こんばんは。目元とかね、一回もメイク直ししてないのでボロボロなんですけど、お許しください。なんかね、ずっとキーンってなってる。耳鳴り、モスキート音が聞こえます。ちょっとね、話すことはいろいろあるんですけど、最後にしたのいつだ、月末だよね。先月末ぐらいだから、まあこけら落とし公演ですかね。まずはハイレベルな気になる。こけら落とし公演はシングル曲をフルでやりました。だからメールとかで最初から見た方がいいよって言った。グラビアはね、まだ手元にいなくて、ちょっとすごいガコンってなっちゃった。手元にいなくて、手元に来てからちょっと話したいなと思います。発売してるうちに。おります。なんか髪の毛が気になる。もうボサボサだ。こけら落とし公演は楽屋もなんか密にならないように結構いろんな場所で分かれてました。4期生とドラフト生でレッスン場だった。カズさん、焼きマシュマロありがとうございます。焼きマシュマロなのかな、これは。でして、階が違うんですよ、その劇場ステージと楽屋と。なので結構足がやられましたね。でもそのあっという間に終わった。こけら落とし公演でも汗がすごすぎて、でもゲネプロの方がすごかった。汗がなんかあんまりお水飲めなくて、ゲネプロの時本当に目の前がチカチカしだして、これはやばいなってなったから、本番は一曲ごとにこまめに水分を取って出ました。メイクがいつもと違う？そうかな？使ってるものはいつもと一緒なんですけど。で、最高歌謡やって MC してる間に着替えてバグっていいじゃんだったんですけど、そこがめちゃめちゃきつくて、個人的に嘘みたいに汗かいてて、なんかバグっていいじゃんのジャケットって結構重たいんですけど、入んなくて、その汗ですなんか滑らなくて、張り付いて内側の生地がすごく大変だった。でもすごく楽しかったです。結構前の方で踊れることが多くて最高でした。HKT 城とか一番前で初めて踊った。あと衣装もなんか M ステ衣装だったり MV 衣装だったりを着ての披露だったので、めっちゃレアだったんじゃないかなと思います。普段はないと思うから、そんなこと。そう、バグっていいじゃんの衣装はあまねのだった。新劇場はね、なんかまあこっちから見た感じはまあ多少は違うんですけど、ステージの床とかは一緒なのでなんかそんななんか特別踊っててこう違うとかはないかな。なんか西鉄ホールよりももうちょっとキュッとした感じです。定員は多分マックスで入れると300人ぐらい。でも今は半分です。
そうフェイスシールドしてるので、なんかうち後ろから3列目ぐらいは多分普通の格好してマスクしてフェイスシールドしたらちょっと誰か分かんなくなっちゃうかもしれないって思った。うちは持ってくれてたらとりあえず友達はいるみたいなのは分かるんですけど、自分のファンがいるっていうのはすごい分かるんですけど、そう何もなしにしてたらちょっと気づきにくいかもしれない。 MC もねなんか後ろの方がどうしても暗くなっちゃうので、あと反射するからフェイスシールドで、もしよければうちわがあった方が自分の推しには気づいてもらえるんじゃないかなって思いやした、個人的にね。そうどうしてもさ MC の時とかはステージにだけパッて光が当たってるから、ね、奥の方は暗くなっちゃう。後ろにはねそんなに長くないかな、思ったより長くないです。フェイスシールドしてたら暑かったって、そうだよねそうなっちゃう。うちわは後ろにいても全然見えます。傾斜はね多分普通の座高の人が肩ぐらいまで見えるぐらいの緩やかな感じ、急ではない。でもちゃんと後ろからは見えると思う。その人の頭が邪魔になるとかはないと思います。まあ座高によるんですけど、その人の。照明の色とかはどうなんだろう。でも博多七色公園の時は後ろのライトが14個あるのかな、分かんないんですけど7色2つずつライトがついてた。今までの3つの劇場のどれに近い、まあ、スカラエスパシオではないんですけど、でもガスホールほど横に広くない。キュッとしてる感じ、本当に狭さで言ったら一番狭いかもしれないけど、一番なんか劇場っぽくていいんじゃないかなって思う。見やすいしって感じです。スカラはない。スカラはめちゃめちゃ後ろ遠くなっちゃうから、入り口とかもなんかすごいデザインになっててハートの女王みたいって思った七色公園はね、その色同士の組み合わせは変わっていきます。どんどんっていうか、まあその何通りあるかは限られているんですけど、組み合わせはいろいろあるので、お見送りは普通かな。割と距離もなんかそんな顔が見えないとかじゃないけど、椅子3列分2、3列分ぐらい空いてる。から全然多分こっちの声も届くし顔もちゃんと認識できる距離かな。そうステージの前に立ってやります。一番ステージ側に立って間に椅子があるって感じ。まあ、今後ずっと一緒なのかわからないんですけど、今のところはそんな感じです。企画コーナーの後の曲が変わる、どうなんだろう。企画コーナーはいろんな種類やると思うんですけど、わかんないけど、まあ今後一生それをやるわけではないと思うので、曲をでもそのやり始めてしばらくはそれだと思う。ちょっと前髪がね気になりすぎてごめんねあタワーが立ったわ。
マサイットさん、ありがとうございます。うれピーナッツ。楽屋はね広いんですけど、やっぱ物とか増えていくと思うから、今後もし16人を一気に公演ができるようになったらちょっとキュッてするかもしれん。って感じ。大きいスクリーンはね分からん、どんな感じかあんま見たことない。どんな感じかな。新しい劇場はタッタワーに触れないでやっちゃった。デベスはもうできないと思う。うん、スピーカーとか見る限り分かんないけど、伸び感もねどんな感じかちょっと分からないです。まだ見たことないので流してるのとか、本当に自分が見たとこしか答えられなくて申し訳ないんですけど、なんか特別校みたいなのはまあ上手のデベソが間違えた引きずっちゃった、上手の花道がちょっと長いぐらいです。黄色一人少ない影響、私たちは特にないんですけど、一緒にやるチームはちょっと大変かなと思います。うん、でもなんか一人増えただけで他のグループがすごい人数が多く見えるなって思った。リハーサル、なんか楽屋のテレビ見てて、ステージが映ってるテレビを見てて、なんかめっちゃ多いなと思って。長い光のセンターが毎回変わる。そうなの。だからおむちゃんもいつか回ってきます。いつかね、決まってないんですけど。目が乾燥した今日ね、やっぱずっと画面見てるから、画面っていうかその画面とライトを見てるからがめちゃめちゃ目が乾くんですよね。目薬いたします。痛い。七色公園のセトリは毎回変わるのって、その変わらないと思う、しばらくは。いつかは変わるかもだけど、変わる予定は今のところ決まってはないです。さすがにね、毎回変えてたら多分すごいことになる、頭の中が。やたらね表面が乾くの、ずっとなんか7分6分の終わりぐらいからずっと目が痒くて、センターだとソロパート歌うの。そうなの。でもめっちゃ難しい、あそこなんかタイミングとかめっちゃ最後声伸ばすし、生誕祭はねどうなんだろう、わからない。七色公園でやるのかな。でもだよね。難しいね。まだ他のチーム全然見たことないので気になる。コンタクトね、多分2週間、2ウィークでそろそろ終わりなので乾きやすいんだと思う。うん、そんな感じかな。なんかテンション低く感じるかも、かもしれないんですけど、なんか喉が渇いて喉が渇いてうまく言葉が出ない。チーム間で曲は被らないです。だからそのリーダーの人たちが
その曲の取り合いをしたらしい。なんか希望曲がどうしてもなんかさ、いい曲って被っちゃうから、でもそういうのも話し合いで決めたんだと思います。一緒になんかそれは見てないので、どういう話し合いをしたのか、でも被ることはないです。そう、リコピさんが一番先輩ですね、基本的に。リーダーっていうか代表みたいな、チームの代表。いつまで配信、あとでもあと30分ぐらいかな。曲の取り合いでもなんかそんなバトルみたいなのじゃないと思うけど、でここのさ遅れ毛が伸びてさ邪魔なんですよね。でも美容室じゃないと切りたくないので、ここら辺の髪の毛はちょっとここら辺に封印してる。うん、次あんまテレテレ喋ってたら時間だけが過ぎちゃう。レッスン上配信から公演になった経緯、なんかほんとタイミングだと思う。たまたまのその劇場公演ができるようになったから、新劇場がオープンしたからタイミングがあってってことだと思う。次、アイアライブ。アイアライブは延期しちゃって、しばらくしてからの開催だったんですけど、皆さん来てくださって嬉しかったです。予定があってよかった。まあ会わなかった方もいると思うんですけど、きっとその分行けるようになったって人もいると思うので、あったよね、なんかキャンセル分の再抽選みたいな。アイアライブはすごいセットリストで、まあ1曲目におしゃべりジュークボックス披露したんですけど、すごいなんか難しいわけじゃないけど、振りはけどすごい体力を使うやつだった。セトリはね、途中でタンデムが追加になった、アイヤさんからのリクエストで、あとは全部一緒だった。延期前からネット配信ね。でもすごいそのファンの方がリクエスト応募券みたいな貯めてね、抽選で見れるやつなので多分ないと思いますね、今後も配信みたいなのは。残念ですが、なんかそれがなんだろう、アイアライブかなと思うので、写真とかで申し訳ないけどってなると思います。で、2曲目が安定の控えめ I love you で、なんかいつもなんかアイアライブっていつもポジションが一緒なんですよ。曲のポジションがあんまりなんかシンポジみたいなのがなくて、結構一回やったポジションをまたやることが多いんですけど、珍しくいつもと新目の場所のやつでした。で、早送りカレンダーでセンターやって、オダとダブルセンターやって、そうなんか感想のなんかこう前の方から順番に踊っていく振りがあるんですけど、センターの2人だけちょっと食い気味に腕回す振りがあって、それがめちゃくちゃ苦手で、足がだからめっちゃ練習したそこはそうで、その次が好き好きスキップ、めっちゃ大移動して1番目から一番後ろの真ん中までめっちゃ走った。でユニットが恋の指先で、なんか歌唱力決定戦の前だったから、そうだね、その前だったから、その別になんかそれがあったからその曲になったとかじゃないんですけど、そう去年もね歌メンバーで波音のオルゴールやって、今年もそれに
入れていただきました。そう、サクタベのあのなんかシンプルな方の制服衣装でやりました。なんかね、緊張したけど最初出る前は。でもエルタンさんがね、すごいなんかできるよって、大丈夫だよって言ってくださったので、なんか意外と緊張せずにできました。そう、でも本戦の3人と一緒にで、モカと2人で一番なんか距離が離れてるんですよ、その歌ってる場所で。なんか意外とあんま離れてるとなんか息合わせようとするのが難しくて、そうだからすごい不安だったんですけど、なんとかできました。で次が中盤曲がカモミールから始まるんですけど、それ以外は全部下手だったんですよ。だからすごいずっと下手にいて、あまり上手の方に行けなかったんですけど、うん、毎年ね結構、まあ下手が多いけどまんべんなくいくかなって感じだったんですけど、今年の中盤はもうずっと下手だった。本当にそう、ちょっと目がやばい、今日ずっと乾燥してる。ちょっと入れすぎた。で12秒がね、こけら落とし公演でもフルでやったんですけど、ポジションが違くて、そうなんか結構アイアライブの人はもうアイアライブのポジションでこけら落とし公演もやったんですけど、あのアイアライブがジーナさんのポジションで、私がね、でこけら落としはジーナさんも12秒だったから、私が葵さんのところに入ったんですけど、もうやってたから、そのアイアライブのリハとか練習もやってたから、すごいごっちゃになるんじゃないかなって。歌割りは一緒だけどサビ位置とか全然違うから、すごいなんかごっちゃにならないように整理してた、頭の中。そう、どっちもフルで。でなんかそのアイアライブの12秒の人と話してて、え一緒なのポジションみたいな、え違うんだけどみたいな感じになった。そうで、アンコールが公演曲でノーパラから始まって、秋吉さんから出てって面白いよね。なんかよく考えたなって思った。誰がセットリスト考えたかちょっとわからないんですけど、多分あの人かなって感じなんですけど、すごいなって思った。で、あの衣装がデニムの衣装だったんですけど、なんか長袖でちょっと短めなんですよ、丈が、私のが。でめちゃめちゃ上に上がってくるから、すっごいなんか踊りにくかったけど楽しかった。で詩人でジャンプするとことかみんな叫んでたし、チェーンもアラブソングも自分との戦いだった。ずっと。そう、でもすごい楽しかった。やっぱみんなのおかげでね、参加できたので、今年もね、来年になるかな、わかんないけど、CM 選抜頑張りたいなって思いました。本当に今週はもう、忙しすぎてっていうか、なんかそういう本番みたいなのが重なってて、いっぱい覚えなきゃいけなかったから、そうすごい頭の中が大変なことになってた。そう、七色公演とアイアライブとこけら落としを同時進行でやってたから、ずっと1ヶ月くらいで、やっぱしばらくなんかそういうのがなかったじゃないですか。なんか本番、そう公演とかもずっとなくて、急に本番がこんなに連続で来たから、ね、大丈夫かなと思ったんですけど、体調崩すこともなく
まあ気合でなんとかなるタイプなので、本当にアイアライブ2日目の朝、じゃあ2日目終わって次の日の朝、七色公園の朝は本当にもうなんか息するだけで精一杯みたいな感じだった。なんかやっぱそのアイアライブとコケラ落としが終わったっていう安心感と、今日昨日アイアライブ終わったばっかりなのに今日七色公演の本番って考えたら、もう脳みそがもうあ無理です、もう無理ですみたいな感じになった。そう、最初そのメイカがレッドチームとイエローチームの本番ですって聞いた時はもうってなった。大げさとかじゃない、本当になんかね、朝起きて早く起きた時ってなんか二度寝しよっかなとか、まだ眠いのにとかなるじゃないですか。でも本当になんか目がスンって開いて朝だ、え眠れないみたいな疲れすぎて、疲れがこう一周回るとなんかこうなるんだって思った。本当になんか眠いとか通り越してなんか体が動かなくてでも眠れなくてみたいな、コンビニに朝ごはんを買いに行く元気もなかったっていう話をしたら、あのリオちゃんもそうだったって言ってた。なんか差し入れで駄菓子をいただいたんですよ、たくさん。でリオちゃんはそれを朝ごはんにしたって言ってた買いに行く元気がなさすぎて。そう、おいもちゃんはちょうどその差し入れ、一緒に差し入れで、まあ、別の方なんですけど、別の方っていうか差し入れをくださって、その杏仁豆腐をもらって、それをたまたま持って帰ってきてたので食べたんですけど、それがなかったら私も駄菓子になるところだったそう、もうね、二度寝大好きなのにね、もう二度寝ができない辛さ、本当に初めての経験でした。これは部屋はね、一人部屋でした。まだキンキン言ってる、何がこんな音してるんだろう。壁焼きさんはなかったんですよね、須田子さんしかなかった。食べた、マネージャーさんがね食べてむせてた須だから、うん、コンビニといえば高野田のシュークリーム買えた、買えてないのよ、売ってなくて。なんかね、アイアライブ当日にその空港に行く前にコンビニを寄った時に結構ね10個近く並んで、あそう当日じゃないか、前日発売日だ、確か3日発売だったんですけど、そのシュークリームが開いちゃった。その時に七色公園のリハーサルをしてて、でその帰りか行きか忘れたんですけど、コンビニに寄ったんですよ、お水買おうと思って、お水買おうと思ったから行きかなに思って、コンビニに寄ったら結構10個近く売ってたから、まあ、急がなくてもそのアイアライブもあるしご褒美として買おうと思って買わなかったんですよ、その時。そしたらそれからずっと売ってなくて、そう一回も見てないな。なんかポップ、なんかこういう商品ですみたいなやつは飾ってあったりしたんですけど、その何個か行ってみてあったんですけど、肝心のやつを本体、本体っていうかシュークリームは売ってなくて、ちょっとね9時になったからね、ちょっと黄色くなったかも顔が、あのライトで、ライトっていうか iPad の画面黄色くオレンジっぽくなるように設定してるので、そう、あの時買っておけばよかったと思って、食べておけばよかったって思った。同じコンビニに行ったけどなくて、その時行ったコンビニ、そうなの、ショックだ、人気らしい、うん、だから毎日、今のところ毎日チェックしてます。そのホテルの近くにもセブンイレブンあったから行ったんですけどなかった、3日間見たけどそのホテルに初めて来た日の夜とアイライブが終わって、
で次の日の帰りと朝見たんですけど、ホテル出る時見たけど出なかった。すごい美味しそうだからさ、食べたいんですよね。この声温めますか？めちゃめちゃハマってる。そう、やばい、乾燥が嫌になっちゃう。今日捨てよう、このコンタクト。さなちゃんシュークリーム買えたって書いてたね。東京めっちゃ寒かった、だから上着持ってってよかったって思った。でもね、あと2日ぐらいで2週間かな多分。コンタクト、あのリマインド設定してるので今日ではないと思う。うん、期限間際のコンタクト数学、そうなの、一瞬でもうたた寝したらもう終わり。ワンデーはね、あの一応持ってるけど使ってないです。そう、なんかもったいないなと思って、なんか泊まりとか、なんだろう、もし何かあった時のあのコンタクトの替えとしてポーチに入れとくよ。飛行機の中で大変だった、何があったの？え、何もなかったよ、何も大変なことはなかったよ。足が大変なことになった、そのやっぱむくむからさ、飛行機乗ると足がパンパンになって大変だったっていう意味、大変なことになってたって意味だから、何かが起こったとかじゃない。ツーウィークからワンデーにしたら目も楽になった。でもお財布が厳しいんですよね。うん、どうしてももったいないと思っちゃう。なんか一日毎日同じ時間つけてるわけじゃないし、なんか変な時間からつけることもあるからもったいないなと思っちゃう。ね、高いよね。しかもね、なんかどうしてもなんか合わないやつって出てくるんですよ。ワンデあれを捨てる時の切なさ。ツーウィークはなんか出会ったことないんですけど、そういうのに。ワンデーはたまにある。目悪くないから値段がわからないって。え、でもワンデーは30枚入りで2,000〜3,000円ぐらいかな。高いのは3,000円ぐらいすると思う。3,000円以上すると思う。でも大体それぐらい、 2,000〜3,000円ぐらいで、2ウィークは6枚で同じぐらいかな値段。そんなに変わらないけど、まあ30枚って言ったら15日分なので、2ウィークはもうちょっと長く使える。うん、2ウィークはなんだろう、洗浄液とかいるんですけど、でもまあ洗浄液を1回買ったら2、3ヶ月は持つので、一人だし今だから、結局そっちの方がいいかなって思う。乱視もね、一応おもちゃも乱視ちょっと入ってるんですけど、まあなんか全然そんな支障ないレベルの乱視だから、普通のやつ使ってる。1日1枚その1枚2枚ってこと、固め固めだから、1箱30枚だったら15日分。うん、なんかね、乱視入ってるって知らなくて、そのコンタクト、メガネを違うところで買う時に乱視入ってますか今のメガネって聞かれて、入ってないですって聞いて、
言ってなんか渡したんですよ前のメガネを。そしたらラジ入ってますって言われてあれってなった。そう、そう度数がね左右同じだから私はいいんですけど、左右違う人はそれぞれ買わなきゃいけないから大変だろうなって思います。乱視入ってるとピント合わせるのが難しい。確かにたまにちょっとずれる。でもあんまりなんか、うん、困ったことはね。でもなんか将来運転するとかなったらやっぱちゃんとした方がいいのかなって思う。めちゃめちゃお金かかるコンタクトって。まあ原付の免許持ってるけどあんま乗る、あ、待ってか、ほとんど乗ることないので全くかも。実家にあるしバイクは。コンタクトはマンスリー使ってる、使ってた。でもね1ヶ月ってなると何かあった時にやっぱもったいないなってもったいない精神がもう全て勝ってしまう。そうほぼ身分証今の免許は。でも原付でゴールド恥ずかしいのでなんか。あんまりなんか出したくない、うん、まだ出たことない、出したことないけどちょっと恥ずかしい。あゴールドって思ってその年でってなってあ原付ねみたいな私だったら思っちゃう。ちょっと顔には出さないけどからちょっと恥ずかしいはしてる。先々月更新しました。原付も更新あるよ、免許更新。でも30分で終わったので講習はすごい楽でした。レーシックはしないかな。私なんか目のところ目いじられる、このなんか眼科とかでグリーンされるのとかめっちゃ嫌なんですよ。そうなんか例えばそのなんかこうできて白目にこうなんかもうそんな触るんですかみたいな眼科であの瞬間とか苦手だから多分レーシックもちょっと怖いと思う。もう容赦なく上まぶたグリーンってするからね。いや言って言って言ってみたいなそう思いっきりそのじゃあひっくり返しますねって言ってくれるのはありがたいんだけどもうひっくり返しとるよその段階ではひっくり触る前に言ってよみたいなそうってなるからすごいね苦手です。そうなんかレーシックしかもした後ってなんかめちゃめちゃ守らなきゃいけないって聞いてなんか無防備な状態みたいな感じだからだからなんかそういうの聞くとなんかうんってなる。ね、ちょっと眠たくなってきた。目が乾くから。モノモライを着た時のメスが怖かった。聞いただけで震えが。モノモライね、なんか割とできる体質っぽいから。すごいなんか大きくなったらどうしようって思う毎回。なんか今はそのなんかドラッグストアとかで売ってる1回使い捨てのなんかパキッて取る感じの目薬で
だいたい1日2日で治るけど、けどもし今のこれが大きくなって切るってなったらやだなってなる。口内はねめったにできないけど、できたらだいたいなんか歯ブラシとかが当たる位置にできるから、いつもなんかヒーヒー言ってるあんまりできない。でも半年に1回とか。面長はね今どうなってるんだろう。本当に本当にね定期的にできる、同じ場所に。仕方ないんですけど切らないと。でも怖いんですよね今ね。ここにあるけどなんか全然あんまりわかんないと思う。なんかねちょっと引っ込んだ一昨日ぐらいが、昨日かなぐらいがやばかったんですけど、もうなんか家から出たくないと思うぐらいだったんですけど、朝起きたらなんかちょっと引っ込んでた。でもねここにね1個あるんですよね。皮膚科でこれを触られて抗生剤をもらいました。でももうなくなるので店に行かなきゃ、今こんな状況ですって。面長はねどんどん大きくなるんですよ。これが多分ニキビとの違いだと思う。なんか1センチ2センチぐらい、 1.5センチ、2センチぐらいになったことないかな。でも1センチは毎回超える大きさ。だからサイズ的にこれぐらいかな、見えてないと思うんですけど、うん、こんぐらいのサイズ。やばいよねやばいよねって。そうニキビはなんかそんななんか大きくならない。なんか菌の種類が違うらしい。ちょっとよくわかんないんですけど、そう最初は本当にちっちゃくてなんかあれニキビかなみたいな感じだったんですけど、どんどん大きくなっていくから。でも抗生剤をもらってたので、それ抗生物質が入った塗り薬とかもらってたので、もらったので1週間、でも1週間かかってこれくらい。そうでもそれがなかったら多分今頃顔半分なくなっとるかもしれん。大すぎか。背中にできたことある。それは辛そう。それを痛い、寝る時とか痛いんですよ結構。なんかずっと暑くて、まあそのなんか出来具合、進行具合によると思うんですけど、そうちょっとでもなんか当たったりしたらってなるそうそうなんです。だからすぐに皮膚科に行った方がいいと。本当にひどい時は切るらしいので、そうならないようにできたらすぐ行った方がいいと思われます。粉瘤との違いは分からん。なんかね中心が黒くなる。粉瘤はなんかね太ももにできたことあってめっちゃ痛かった。なんか自然とコロンって取れたんですけど、おいもちゃんの場合ね痛かった。あの時はちょっとでも当たったらもう全てが敵に思える。最近ピースの首が伸びてる。そうなの。もうなんかねここしかつながってない切ったら後残りそう。そうなのよね。だからできるだけ飲み薬とか塗り薬で
直したい。テロップはねなんかもういいかなと思ってあともう終わるしそろそろ全てが敵に思える。本当に体にできた時はめっくりしかできたことないんですけど、最初なんかちょっと切れちゃってたまにある、なんかそのなんかちょっと爪とかが引っかかってちょっとピッて切れて腫れちゃってるのかな、炎症起こってるのかなと思ってたらなんかどんどん大きくなってってって言ってもその1センチ2センチくらいなんですけど、でも誰でもできる時はできるから、そしたらパパと同じところにできてて、その時期は全然違うんですけど、パパが昔できてて跡が残ってたんですよ、その粉瘤の跡が。だから同じところでやめてよってなった記憶がある恥ずかしかった、なんか親と同じところにって。そう、それも皮膚科にいた方がいいと。遺伝っていうかたまたまだと思うんだけどね、できやすい体質とかじゃないので別に粉瘤は。たまたま同じ場所にできて、ほくろじゃないんだから。弟とねパパはね同じところにほくろあるけど、そうなんか全く同じ位置じゃないけど PA も太ももにできてた。歯医者もそっか、そろそろ行かなきゃ。半年に1回は検診来てくださいねって言われたから大変だな、いっぱい行かなきゃいけないところある。うん、歯医者ね、あの顎関節症の時からずっとお世話になってるんですけど、最近あまりちょっと調子が良くないので行っても口開かないからちょっとまだいいかな、調子がいい時に行かなくては。病院はねでも大体予約、歯医者は予約していくし、皮膚科とかはなんかネットで順番待ちできるところが多いのですごく助かります。だからそのネットとかで予約取れるところ優先で行って、取れないところも行ってから順番待ちするしかないところは最後に行ったりする。で美容室も行きたいし、ちょっと伸びちゃってるから。でもね今毛先を増やしたくて髪の毛をもうちょっと伸ばしてからバツッと切りたいなと思ってる。そうなんだかんだで体のメンテナンスが一番費用かかるって。そうなのよね、コンタクトにもお金かかるし、スキンケアにもお金かかるし大変だ。そうネットで順番待ちしたらさ、なんかずっとそこで待つ必要もないし、今これくらいですあの分かるからネットで、だからいい感じのところに行って、そのなんかなんだろう、その番号順番待ちの番号を見て行ったら過ぎてたとかならないようなあの距離のところに行くので、程よい距離。やっぱさ行きやすさって大事だと思うんだよね。めっちゃいい病院だからって遠く選んじゃったら行きたくなくなっちゃうから、そう、クリスマスなんか予定はあるのって。どうなんだろう、なんか劇場公演とかしてるんじゃないですかね。美顔器もね使ってる、今日も使った、毎日使ってるけど、アイアライブの時は荷物減らすために置いてきました。行きやすさって本当に大事って思った。美容院もね、私も今は家から歩いて、まあ、前のところも行けないほどじゃないんですけど、なんか乗り物使っちゃうから行きやすいところに変えました。こんな感じかな。もうそろぼち1時間経っちゃうので、ちょっとおもちゃんの目も限界なのでそろそろ終わろうかなと思うんですけど、
次ショールームするときはグラビアも手元にあって博多七色公園の話をしようかな。じゃあ次はそんな感じです。なんかゴミ箱の形が変わってきちゃった。ずっとあったかいアイロンとか置いちゃうから。そんな感じですね。じゃあランキングを見たいと思います。13位よっくん、いもだちありがとうございます。12位いつもありがとうプリンありがとうございます。11位ハピーチさん、エンタメ買ったよって、細胞って初めて聞いたお気に入りカット、お気に入りカットはやっぱりあのボーリングしてるところですかね、ヘタピなんですけどありがとうございます。10位のりあつさんありがとうございます。9位バルタン、バルタン太郎、何バルタン星人みたいなやつ、スケブで近況報告は趣味、変わった趣味をお持ちでありがとうございます。8位しのぶさん、今日は握手会ありがとう、こちらこそ。そうだよね、握手会参加した後に見てくださってる方もきっと多いと思うのでありがとうございます。7位たけたけさん、お嫁ちゃんクッション最高、あのいるんだよ、いるんだけどね、なんかあんまちょっと見えづらい位置に置いちゃったから、次から見えるようにします、ありがとうございます。6位ハケチさんありがとうございます。ちょ順位が変わっちゃった、まあいいや。じゃあ6位クリボーさん、アイアライブでのチャイラブは一生忘れねっす、ありがとうございます。5位海坊主さん、カレンダー楽しみ、お芋ちゃんもねサンプルがもらえるらしいので明日もらって帰ってきます、でばあちゃん家にあげます、ありがとうございます。5位を呼んだわ。4位たけひろさんありがとうございます、一瞬で僕を幸せにしてくださいって、はい幸せになった、ありがとうございます。3位はやったーさん、アイヤお見送りで今年一ドキドキ参った、ありがとうございます。何の顔ってね。2位カズさん、次は新劇場に行くぞ、5つ上がっておりますありがとうございます。めっちゃ顔全部黄色い。1位マサヒトさん、萌香ちゃんと結婚するのが夢です。それは叶う可能性は 0.0001% ですかね、皆さん将来のことは分からないので、まあ夢を持つことは大事だと思いますそんな感じです。皆さんありがとうございましたゼロって言うとなんかやっぱ夢見ることってまあ別に悪いことじゃないので、まあ、ゼロって言ったらかわいそうなのでみんながっていうかみんなその夢を持ってるわけじゃないけど、まあ可能性を持つことは大事だと思うので夢を諦めないことが一番大切ですいいこと言った、いいこと言った、みんな合わせたら 100% になるって、それっておいもちゃんみんなと結婚しなきゃいけないってことになるじゃないですか、重婚じゃんそんなの。あもうちょうど1時間になっちゃうじゃあそんな感じで終わりたいと思います最後にちょっとテンションがおかしくなってしまった。
ウモちゃんが165センチになる夢を見ます。これこそみんな見てください、この夢を。そうすると現実になるかもしれない。変な笑い方しちゃった。やっぱさ、笑い声って変わるよね。それではこんな感じで終わりたいと思います。今から即お風呂のスイッチ入れてお風呂に入りたいと思います。それでは See you again、 また来て again、 おやすみなさい。難しいよって言わんで、またねー。